ブロックチェーン技術の基礎知識、電子契約における活用についてお話をしていきたいと思います。さて、前回においてブロックチェーンがいかにすごいのか、どれだけ注目されているのかといったお話をしました。少し復習をしてから進めていきましょう。これはまさに市場の領域から見ただけでも、ものすごく多くの市場の成長性が見込まれます。かつこれは一過性のものではなくて、ブロックチェーンはこれからの基本的な必須の次世代技術になっていくというようなお話をしました。その背景としては、ブロックチェーンが進化をしているといったお話もしました。ブロックチェーンは 1.0、2.0、3.0といったことで進化をしています。その進化の形は、通貨という形から、そしてそれが契約とか金融の分野における活用、そして3段階目が非金融の分野にまで活用されていくということで、目的もどんどんと進化をしているんですね。今回はなぜ契約でこれが必要になっているのかといったことが、まさにこの3.0の前で起きている前哨戦であることを実感していただけるかと思います。そして私たちは、このブロックチェーンに保存をしていくという行為が、まさに次世代のデータベースになっていくといったことを確信をしています。通貨だけではなく、契約書だけではなく、さまざまな個人の情報、そして証券や通貨、ポイント、スタンプ、クーポンといった経済活動をなすためのさまざまな分野で確実に使われていくといったことを私たちは感じているんです。これが前回までお話をしたブロックチェーンがなぜすごいのか、どれだけすごいのかといったことをお話ししてきました。では、今日はこのブロックチェーン、一体どこがすごいのといったお話をしていきたいと思います。でも、どこがすごいの、この素朴な疑問に答えていきたいと思います。ブロックチェーンの特徴を知る。ブロックチェーンの特徴は実は3つあります。1つがデータの改ざんができない。2つ目が管理者となる中央機関がない。3つ目がシステム停止がないということです。この3つを見てお分かりの通り、まさにデータの保存と共有が大きくこの部分で活用されてくるんですね。まさに次世代データベースにおいて最適な特徴が揃っているんです。では、この3つの特徴、少し具体的にお話をしていきたいと思います。まず、管理者となる中央機関がいないということなんですが、ちょっと通貨の場合で考えてみたいと思います。まず、このお金という分野ですけれども、左側の部分が現在、そしてこれまでの形ですね。ご存知の通り、この通貨というのは円やドルといったものは政府が保証しています。そして、それはですね、金と交換をできたりといった基本的なその通貨としての役割を担ってきました。そして何よりも目に見える実物、金属だったりとか紙だったりとか紙幣とかありますけれども、そういったものがあるわけですね。法定通貨という形で、この中央集権型というのは、まさに政府がそれに価値を与えて、通貨の価値を保証しているというのが大きな特徴としてあったわけです。じゃあ、ブロックチェーン型の場合はどうなのか。まず、この暗号資産ですね、という言葉が今、ありますけれども、これは実体が存在しません。誰もこの紙であるとか、このコインという形では見たことがないんですね。では、どのようにやっているかというと、このブロックチェーンに参加をしている人たち、その合意によってのみなされているんです。じゃあ、どういうふうに合意しているのといったことは、これから後半戦で次回以降見ていきたいと思いますけども、まさに信用、参加している人たちの信用だけで成り立っている。これがブロックチェーン型なんですね。じゃあ、今通貨の話をしていきましたが、システムではどうでしょうか。システムの場合でも同じなんです。左側の中央集権型といった場合には、クライアントサーバー方式とよく言われていますけれども、サーバーにだけデータが存在して、そこにアプリケーションが存在する。で、クライアントの周りの PC たちはそこにアクセスをしてデータをもらったり処理をするだけなんですね。
でもブロックチェーン型のピアトゥーピア方式、詳しくはまた次回以降お話ししますが、これはそれぞれ参加している PC やサーバーたちが同等の権利を持っている、同等の機能を提供している、同等のデータを持っているということで、全然違う仕組みなんですね。これがまさに大きく中央管理者がいないといったことを意味しているんです。じゃあこれによってどのような効果が出てくるのか、ちょっとお話をしていきたいと思います。これはピアトゥーピアということで、先ほどそれぞれ対等にそれぞれのサーバーやパソコンが存在するといったことで、お互いに通信をし合っています。じゃあもしこの中で1台がトラブルが発生をして停止をしてしまった、もしくは異常な動作をしてしまったといった場合、どうなるかというと、この部分は切り出されます。しかし先ほど全て通信を同等に行っている、機能を果たしているというお話をしましたが、この残った台数を使って全く今までと変わらない機能がですね、提供されているんですね。つまりシステムは正常稼働しているようなことで、対等にデータと計算パワーをお互いの PC やサーバー同士が共有をしているというのが大きな特徴なんです。ちなみに後で出てまいりますが、ブロックチェーンではこの一台一台のことをノードっていう言い方もすることがあります。後でまた出てまいります。じゃあデータの改ざんがブロックチェーンではできないというお話をしたんですが、このブロックっていうのがどういうものなのか、ちょっと復習したいと思います。先ほども前回も申し上げたように、ブロックというのは通帳における1ページ、その取引の記録だと言いました。そして次の1ページにつなぐ、次の1ページにつながる、それは取引残高や、が全て当然つながっているので、1箇所改ざんがあったらばそれは気づいてしまうわけですね。こんなお話をしたんですけれども、じゃあブロックチェーンにおける改ざんができないといったことはどういうことかというと、この通帳を全員で監視し合っている、共有し合っている、チェックし合っているんです。なのでこれを改ざんした途端にこれがバレてしまうというのが、大きなこのピアトゥーピア、クライアントサーバー型とは違う大きな特徴なんですね。なんで改ざんができないのか、中央集権型とは違うやり方でこういったことが実現できるのか、ちょっとイメージが湧いたでしょうか。じゃあもう一個ちょっと例の方を挙げてみたいと思います。これはですね、コロナでまさに今遺伝子の研究が、されていますけれども、私たち人類も一番最初は全て一つの遺伝子から始まったと言われています。これは、あるですね、ミトコンドリアイブという、人類は一人の女性から始まったんだというふうに言われているんですけれども、その遺伝子の形態を追っていくと、全てこの世界の人類はその一人の女性につながるという研究があるんですね。これ本当かどうかというのは、まさにこれからもっと研究が進んでいくと思うんですけども、もし私たちがその途中過去誰かが改ざんしてしまったら、一人も生まれていなかったかもしれません。そのように遺伝子が改ざんされることは、まさにその未来が変わってしまうように、それはですね、このブロックチェーンの世界でもありえないことなんですね。そんなことを考えると、まさに私たちこのブロックチェーンを勉強するというのは、私たち人間を勉強すること、そしてこの世界を勉強すること、この世の中の勉強をすることと全く同じだと考えています。このデータの改ざんをできない、なぜ改ざんできないのかといったことを、もっとこれから詳しく見て知っていただきたいと思います。今日のまとめです。ブロックチェーンの特徴、3つに集約されます。データの改ざんができない、管理者となる中央機関がない、システム停止がない、次世代のデータベースとしてまさに最適なものです。ではこのブロックチェーンのすごさ、その仕組みをもっと掘り下げて一緒に見ていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。